今日はちょっといろいろ嫌になってしまって泣いてしまったんですけど、でもちょっと今週はさやの誕生日会があって、バカさやだよ、バカりさだよ、セアリスチャンネルです。はい、今日も14週目のダイエットやっていきたいと思います。で、先週13週目のダイエット何があったか分かんない方はぜひ前の動画をチェックしてみてください。まあ、このさやの顔の状態とあと何があったのかっていう、はい、まあ見て分かる通り心を入れ替えて頑張っていきたいなと思います。はい、で今週やっていくダイエットのメニューはてってれー、初のキノコメニューをやっていきたいと思います。やったー。なんで喜んでんの？キノコ好きだから。じゃあもう野菜の中でキノコ類が本当にもう多分ピーマン、ナスの次くらいに本当に来るくらいマジで苦手なんですよ。今まで避けてきたけど、やっぱり今結構克服、いろんな野菜できてるからこのまま行ったらいけるんじゃないかということで、キノコ類頑張っていきます。はい、じゃあこのままお願いしますね。あ、はい。いきなりがっつりキノコは不安だったから、ちょっとえのきメインでしてみました。私えのきは結構食べれるのでえのき多めにしました。その他は舞茸がちょっとあります。ほうれん草、玉ねぎ、そして真ん中に鮭があります。で、鮭の上には発酵食品の味噌があります。で、なんで鮭にしたかっていろいろあるんですけど、キノコ類を試す時に鮭があったら一緒に食べれそうだなって思って、鮭は大好きだからそうしたりしてみました。あと玉ねぎも実は結構うち苦手で、本当に臭みとか苦味、シャキシャキした感じがちょっと苦手なので、もう玉ねぎも今週でもちゃんと克服したいと思います。で、今からこれね、アルミホイルの上に食材が乗ってるんですけど、鮭の包み焼きということで、これをねくるくるさやっていきたいと思います。じゃあ見えるかも、はい、これ2枚重ねになってます。リサこっち当てる？この状態でオーブントースターで焼いていきます。はい、ということでオーブントースターで 2,30 分くらいかな、焼きました。じゃあ早速開けてみます。ふう、もうマジで、あ、ホイル焼きって感じ。ああ、湯気がすごい。わあ、いい匂い。こんな感じです。いただきます。うまっ。めっちゃ美味しい。てか、さっきが超美味しい。うん、さっきしか食ってないやん、まだ。いや、ちょっと食べて。あ、食べた。じゃあ、舞茸も食べてみます。はい。うまっ。ちょっと苦手です。まあまだ1日目だし。うんうん、そうね。なんかうちも舞茸あんまりかもって思ってたんだけど、結構美味しい。そう、なんか味噌と合わさってなのかな、めっちゃ美味しい。結構美味しい。うん、はい、じゃあ今日はこのまま食べ続けたいと思います。ということで今日から1週間頑張ります。頑張ります。はい、今日も食べていきたいと思います。はい、今日はこの後ね、ライブ配信があるので、はい、ライブ配信に向けて食べます。はい、せーの、いただきます。え、うわー、匂いがもうさ、わかる。はい、はい、今日のメニューは鮭にキャベツに玉ねぎにさつまいもにえのきです。はい、めちゃくちゃ美味しそう、はい、ということで食べたいと思います。はい、せーの、いただきます。絶対美味しいじゃんね。いただきます。うん、さつまいもと鮭めっちゃ合う。うん、ちょっとさ、鮭って味濃いめじゃん。うん、
ちょっと飽きやすそうな感じだもんね。そう、でも他の具材がちょっと日によってちょっとね若干違うことで、それあんま飽きなくていいかも。あとちょっと昨日より味噌を少なくしたんだよね。うん、塩分が多すぎたから、うん、しょっぱかったっていうのもあるんだけど、ちょっと取りすぎると良くないのでね、濃すぎず薄すぎずいいかも。うん、箸が止まらない。うん、マジで美味しい、超美味しいけども、あとちょっとライブなのでちょっと急ぎ目で、はい、ゆっくり、どっちやねんどっち、ちょっと間に合わせながら食べようかなと思います。ということでバイバーイ。バイバーイ。はい、今日はちょっといろいろ嫌になってしまって泣いてしまったんですけど、食べたいと思います。いただきます。今日はキャベツとえのきと舞茸です。すごい今爆食いしたい気分です。でもだからといって食べ過ぎちゃうと太っちゃうんで、3食だけ食べます。食べ過ぎても体調崩したりするかもしれないし、規則正しい生活をします。美味しいです。はい、ということで食べたらちょっと元気が出ました。このまま食べ続けたいなと思います。バイバーイ。はい、じゃあ今日も食べていきたいと思います。こんな感じです。いただきます。今日はダイエット最終日ですけど、痩せてると思いたい、結構体には気を使って夜ご飯以外も結構気にしてはいたんですけど、学校始まって初めての週だったから睡眠時間がすごい少なくて、そこでちょっと便が出てない気もしたから、ちょっと不安かなって思います。だから明日になってみないと分かんないかなって思うけど、じゃあちょっと引き続き食べてきます。次はもう測定かな、測定シーン。バイバーイ。はい、ということで1週間が経過しました。うわうわ、今週は鮭のホール焼きだったんですけど、最初は結構野菜が苦かったけど、うん、結構食べれば食べるほど結構慣れてったかなって思います。だから最終的には結構味はスムーズに食べれたかな。あとは鮭が好きだから嬉しかったです。で、まぁ、ちょっと一個デメリットがあって、野菜をもうちょっと増やしたいのにもう包めないっていうか、うん、もうパンパンになっちゃってる状態。そう、ホイルの上にしか乗っけれないからね。そうで、お通じはあんまり良くなかったです。1週間に3回な感じですけど、でもちょっと今週はさやの誕生日会があってすごい食べちゃったからちょっとそこが不安です。結構用意されてたからさ、やっぱ食べちゃったよね。なんか誕生日の日はやっぱ作ってもらったからっていうのと、1年に1回だからっていうちょっと油断で、お前がね本当に食べてしまったから、そこありきではありますけど、一応食べた後次の日の朝は体重測ったんですけど、どうなった？それ言ってきますか。一応一応抜こうじゃん。 47.40 だったんですけど 48.60 になってました。13週目から1キロ増えてたんだ。まあでもその後便が出たりとかしてるから、うんうん、いっぱい食べたからね。うん、次の日の朝は一応そのくらい太ってました。じゃあそこから何キロ痩せられてるか。まあそうだね、まあ、1回でもとりあえず測りたいと思います。でも結構今週頑張ったから成果出てるといいなって思うけど、測ります。はいはい、じゃあ前回の体重は 47.40 です。はい、測ります。はい、トントン、お願い。はい、結果が47キロ。まあマイナス 0.4 お、いいんじゃないですか。結構いいと思うけど、まあ誕生日で爆食しちゃった割には、うん、結構良かったのかなって思います。あと実はあの後友達ともケーキ作ってくれて食べちゃったりしてたのでそれでこれは良かったのかなって思います。じゃあ書きます。
でもスタートがさ、うん、まあ 50.95 だから、まあ、約 51kg、うん、だから47kg だから約 4kg 痩せてることになるのかなって思うとめちゃくちゃ嬉しい。46kg いったらマイナス5とかになってくるね。だから来週はもう46キロ台行きたいなって思います。言わはずすんだよお前。じゃあウエスト測ろうか。はいはいはい、次ウエスト測っていくんですけど、ウエストのコロコロ最近やってるんですか？どうなんですか？うちにはサボってるようにしか見えませんけど、どうなんですか？できてないです。正直でも、うん、あのトイレ行くときにお腹は揉んでる。あーくらいです。腹出せ腹。まだ夜ご飯食べてないからね。そうね。お願い。64.5。え？だから 0.5 くらい。あ、ま、目標がウエスト64センチにしてあるんですよ。うん、で 64.5 センチだからあと 0.5 センチに来た。早くない？目標達成。スタートがさ、うち71なのよ。うん、スタートオーバー半やけど何センチほどか。やばー。ウエスト痩せすぎじゃない？嬉しい。書いてもらってじゃん、ね、もう家にあるズボン全部入るようになったんじゃない？でもリサチが履いてるシーンのさ、細いやつあるの分かる？うん、あれ履けるようになったで。ええ、あの分かる、あのああ、あれが入るようになった。うちまあれ本当に入らなくてあのチェックが入らないとかじゃなくて、もうなんていうの、履けない、お尻の前で止まっちゃうぐらいだったんだけど、うん、それが一応入る。これはすごい成長だわ。え、でも7センチは大きい。本当に嬉しい。マジめでたいわ。今週はいい日だったんですけど、でもちょっと、うん、誕生日なのに痩せすぎかなって思ったので、このペースよりはちょっと落とします。緩めに頑張ります。えい。はい、ということで今週はこんな感じでした。うん、先週がちょっといろいろあってちょっとサボったりとかしちゃったけど、ちゃんとカツ入れて自分的には頑張れたなって思って、からそれは良かったなって思います。ということで今日の動画は以上です。はい、この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイバーイ。